はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、ガンダムコラボの情報が発表されたんで見ていこう。でちょっとサクッと見ちゃったんだけど、やべえ本当にやばいと思ってる。語彙力崩壊してるけど、まあ見ていこうか。ジャスティスガンダムね、ちょっとわかんねえ俺わかんねえな、ガンダム。一応なんかさ、友達、ガンダム好きな友達からシャア専用ザクだっけ、あれもらって作ったわガンプラ作ったわ。足が逆だったわ。でスキブ4つで封印 LG、 回復 LG、 実況3つ、ボイス冬と。やっぱね、ガンダムコラボのキャラが何が強いって、全員冬持ってる。全員というか大半8割方冬持ってるから、今の環境超重力ダンジョンめっちゃ多いから、そこに刺さるのがほんと強いと思ってる。で3ターンで無効貫通、攻撃力2倍、上限値60億。いやー、これ3ターンで打ててすごいいいな、いいにゃ。これ60億、まあ第3属性ないけど、まあ、10強浮遊で3つ火力浮遊で火力出せるし、まあ、3ターンで無効貫通、まあ、結構3ターン無効貫通ってさ多いね、多いというか結構いるんだけど、まあ、その部類でもなかなか強いと思ってる。3ターン1ターン無効貫通の中でもトップクラスに強いと思ってる。でリーダースキル76かで、インフィニットジャスティスガンダム、細いスタイルがいいね。でスキブプラス封印回復エルジ7強8個、ボイス冬、あ火力出るって出ていいね。4ターンで上限値50億。いやーこれすごいね。ルーレット作って全ノル強化、まあ、ルーレットループ、まあ、ルーレットかつ上限値ループ50億ループ出せるんで、これ強いね。これやっぱいいな。普通になんだろう、まあ他職の欠損対策もできるし、まあ、普通に、まあ、この子自身が非2コンボ分割同色コンボの、倍率出せやつだから、あれかな、火を取り出す、火をいっぱい取り出していけるっていう感じもあるんか。いやなかなかいいね、これめっちゃいいと思う。スキル強い。でこれインフィニットジャスティスガンダム二式わからん、二式ゼロ式とかそんな感じ、二式、バインドスキブ封印回復エルジ10強3つ冬、あ、まあ、まとまってていいね、相当いいと。2ターンで上限値55億、回復力 1.5 億、ロック解除して非回復骨生成、まあ、2体いたらいいかな。これ第3属性もあるんだ。待って、攻撃力やば攻撃力と HP がお化けだ。待って、ステータスやべえぞこれ。待ってやべえこれ、ステータス何これ、化け物じゃねえか、ステータスなんじゃこら。でリーダースキル火の2コンボ軽減 3.2倍、 HP 回復 3.2倍と、うん、まあリーダースキルも強えな相当強えな。でまあ2体いたらこれループすんのか。非回復生成55億生成、上限値回復 1.5 ループできるかなと思ってるし、まあ、なかなか強いね。いやこれちょっとステータスがやばいな、めっちゃ強いな、ステータス。 HP タンクもなれるし、攻撃力も高いし、浮遊適性高いし、やばいこれいいっすね。でこれちょっとサクッとチラッと見ちゃったんだけど、まあ、この武器も強い。この武器も軽減ループ、まあ、1ターンのキャラにつけたら軽減ループできるし、これ見て、これ浮遊武器きたついに来ちゃったね、これ。いやー結構進んでんな、インフレというかなんというか、結構進んじゃってるなって感じがある。浮遊武器つきました、来ました、めっちゃ感じちゃった、来ました。いやこれちょっとえぐいな、本当にえぐい。だからまあ結構既存のキャラで10強めっちゃ持ってて、10強5つ持ちとかなんかわからんねんけど、時藤くんはまあ10強5個とか持ってるから、まあ、このあの子自身で火力出せるんだけど、まあ、あの子とかに冬武器つけたりしたら相当やばそう、火力がやばそう。なんか本当になんていうの、10強無効貫通冬でとんでもない火力出せると思ってる、やばいと思ってる本当に。もう語彙力崩壊してるんだけど、いやだから既存のキャラで10強5つ持ちとか持ってて、浮遊じゃないキャラとかに結構つけるとお化け性能になっちゃうなと思ってる。
でスキルも強いな普通に3ターン遅延半減で。で次フォースインパルスガンダム、あーすごい足長いな、足長いね、7尾ぐらいあるな足が。でバインドスキブプラス封印イベントを回復する10強3つボイス浮遊で7ターンで5ターンルーレット生成軽減一旦チャージ。あーってことはこれあれか、一旦チャージがあるから軽減、これどうどうなるんだ、5ターン続くってことは2体いたらいいのか、わからんわからねえ、2体いたらいいというかあれか、1体この子を1体サブに詰めて、もう1体もうサブにもうサブにもう1体サブに、なんかなんだろう、一旦チャージ7ターンで打てる一旦チャージスキルとかを搭載すればループすんのかなって感じ、ちょっとわかんねえちょっと曖昧見まいんだけどって感じで、これも軽減ループスキルか、いやーいいねこれ。ディスティニーガンダム、ディスティニーガンダム、ディスティニーいいね、運命。でスキブ4つ回復より事実3色プラス2つ定時消しボイス浮遊で3ターンで上限値80億で自分の攻撃操作時間が2倍全ドル強化、いやー、まあ、80億出せていいんだけど正直この子は分かんねえわ、3色4つだけだからあんまり火力出んな正直なところ言うと攻撃力も6000、まあ高いけどさっきの2万じゃったかじゃねえからちょっと火力出しにくいな正直。この子自身が火力出せないと思うから、まあ超覚醒がさ5色攻撃強化プラスとかだったら、まあ、話は変わってくるかもしんねえけど、まあ3色4つっていうのがちょっと火力不足かな若干、まあ、80億出せるか分かんねえって感じかなこれ、分かんねえわちょっと。まあ、リーダースキルはマシンタイプか、いいね。で武器じゃなくてスペシャル、ディスティニーガンダムスペシャル、来たスペシャルで、スキブプラス回復値10強2つ、あそうかこれあれか、あの回復値確かそうね3倍になったんだ、これ3倍になっちゃったんだ、そうじゃんこれ3倍になったからあれか、結構上がってんのか回復エルジの回復火力、あそういうことか、なるほどそういうことか、だから3倍かける、これこの子で言うと3倍かける5倍かける5倍って感じか、いやいいねこれ。でこのさ第3形態っていうの、この形態のステータスがやばいんだけど、何これ4ターンで76になって上限90ダメージ吸収無効貫通、やばいね4ターンでこれ90億出せんのすごいな、76もできて吸収無効対策もできるとダメージ無効対策もできるって感じか、うーんちょっとスキルやばいねこれスキル相当やってんなこれ、スキルえぐいな、でリーダースキルも強えな、マシンタイプにタイプ指定だけど HP1.1 倍の激減、まあ、3色激減、激減があって5個消し1個につき3倍1コンバカさん、5個消し1個につき3倍1個につきだから5消したくさん組めば76でいっぱい組めばあれかな、なんだろう、まあ、無限コンバカさん、青天井か、青天井コンバカさんできるって感じか、うーん強いな本当に強いな、マシンタイプ指定がちょっと気になるというか、ちょっと何がいるかわからないって感じか、うん、でこの武器新アスカ、あなんか聞いたことあるな、なんか聞いたことある、これこの子聞いたことあるけど忘れちゃったTG スキブスキブ指向こうがあるといいね。でこの武器も冬武器、いやーちょっと来ちゃったか冬武器、本当に冬武器やばいな、ちょっと本当にごめんね、もうやばいっていう言葉言わないでおこう、ちょっとバカみたいバカみたいっていうか冬だからちょっとこれは、うん、すごいな、帯耐性でドロキョウも4つあるし、マシンタイプ冬で8ターンで吸収2ターン無効貫通で、いや武器もスキルも強えな、スキルも相当強いしね、いや冬武器来ちゃったか、本当にこれマジで強そう、ウィンダム来た、星4か、あいいね、かわいいかわいい、この子スキブでめっちゃ持ってる体勢とかあると7ターンで、いやーこのガンダムコラボはね星4というか銀卵も強えっていう、なんなら銀卵のも強えっていうね、このコラボはマジで破格性能で、まあ一旦チャージがある、7ターンで一旦チャージ3個も、まあ結構いいね、なんだろう、付与
メリット付与、メリット付与な感じがしてすごいいいと。でバインド T 字、あーもう悪くねえ、10ターンで5ターン軽減、うんまあ悪くねえって感じか。で次これ、何この女の子、うわちょっと俺さガンダムね、水星の魔女は見たガンダムの作品の中、全作品の中で水星の魔女だけ見た、あとあれだけ見たから、ちょっと一応なんか水星の魔女キャラ出てきてほしいな。でバインドサポート特化や、すごいサポート特化でいいなっていう。でお来た、5ターンで最大 HP1.5 倍、うわいいねこれ、チョッパー的な感じか、チョッパー的なスキル持ってると、いや素晴らしい。エレジも2個あるよ、4個あるし、あれかアシスト回復できるし、いやーいいね。水6個で激減か、もう悪くねって感じか。いやーこのスキル強えな、全パラ極化もあっていいと、 HP タンクもなれると、いや素晴らしい。25ターンで20億、20億、何20億って俺の貯金額じゃん、20億、えいいのこれ20億。副属性水でマシン攻撃コンボドロップつけれると、いやこの武器固定放題やなマジモンの固定放題やんこれ、20億の固定ダメージ、うわーこれどうなんだ、20億の固定ダメージってどう使えばいいんだろう、んーどう使えばいいかわかんねまあ一応あれか、21億がカンスト値、変身っていうか、まあ、あれの既存値のカンスト値だから、まあ、それ近くダメージが出せるって感じか、スキルで出せるって感じか。あーすごいな、すごいなこれ飽きた、ストライクフリーダムガンダム、フリーダムガンダムからの転生進化、あーなるほど、無効貫通4つ持ってると、あー回復エルジーつけれる、あーいっぱいついてんねこれ、さっきからめっちゃついてんね。で基本ターン99億、コンボ90、ええコンボ吸収を無効化、コンボ吸収を無効化だって、みんな何それえってことはあれか、10コンボ吸収とかさ結構 たくさんやってくる、いっぱいやってくるコンボ吸収とかを対策できるって感じ、やばー何これ、すげえガンダムコラボ、バケモン性能、強い性能のキャラしかいねえなこれ、コンボ吸収無効化すげえこれってことはなんかあれかな、結構コンボ減少、コンボ減少プラスなんか10コンボ11コンボ吸収やってくる敵とかさ、結構例えば極悪か、極悪で言うナーガ、エキドナとかで結構しんどいじゃん、あれコンボ吸収コンボ減少の掛け合わせですごいしんどいから、そこでも使えるって感じかな。いやいいなこれ、水7個で 78% 軽減、固定700万ダメージ、うんスキルもリーダースキルも強えって感じか、悪くねえって感じか。でマイティーストライクフリーダムガンダム、おーなんかかっこいいな、なんかめちゃくちゃな名前が長いな、かっこいいな。で10強3つ L 字が回復レジャーあるんだ、 OK 浮遊で5ターンで70億出せると、あ来た、水光回復吸骨生成、5ターンか5ターンね、これはあこれは超転生進化だって、あこのフリーダムガンダムか、フリーダムガンダム、既存のキャラのフリーダムガンダムかなが超転生進化するって感じか。いやこれ5体詰めんのやべえだろでステータスがもう、いや意味わかんねえなこれ、いやちょっとこれさ HP1.1 倍激減で水か光を5個消したら激減で水光吸骨生成、まあ無効貫通組みたいっていう時にはあれか、まあ、5体詰めるって感じかな、ちょっとわかんねえ、5体詰めたらでもあれか、70億ループ、あでも 2ターンか2ターン続くんだ、2ターン続くから、まあ、サブは違うか、サブは 2、3体いればいいって感じかこの子、うんちょっとリーダースキルも強えなこれちょっとやばいな、なかなか性能高いね、性能高そうっていうか高すぎるね、ちょっとこれ、まあ、今回の目玉というか目玉キャラは何だろうね、まあ浮遊武器かな浮遊武器とか、まあ、この子も強いなと思ってるし、まあ、とにかくステータスか、もうステータスがもうやばい2万とかいってる、2万平気で2万とかつけてる、すごいこれ、うんまあ性能的にはやっぱあれかな、この子もいいね、
この子も相当やばいわ、強えわ。ごめんね、なんかやばいやばいって言って、なんか出川みたいな、出川みたいなになってるけど、うん、いやこのスキルもなんかチョッパー的な感じで、チョッパー難民、難民というかチョッパー持ってない方はいいなって感じかな。やべえなこれ、いいな。ちょっとガンダムコラボ、まあ、テンスラーの前に来るんかな、に来るから、ちょっとこれ、まあ、石10個だけど、いやー引きてえな、ちょっといっぱい引いちゃおうかしらこれ。じゃあね、